つもありがとうございます。パーソナルブレイクでサイさんですね。はい、 USAO2 つです。先ほどジャンボの PB ね、はい、先ほどつってももう3時間前ぐらいです。結構 PB 時間かかるんで他の業務もあるかな。はい、まあ今日の発送に間に合いましたので、昨日までの分と一緒にね今日発送します。はい、お、はい、去年のドラフトもいる、スキンズもいるね。どうなんでしょうか。投げてるね。おお、ブレイクミッチェル。はい。いいですね。ボードラでちょっとゲットできなかったら。ロイヤルズでしたっけ。はい、ブレイクミッチェル来ました。199。で、2枚目は、はい、エベルさん、エベル、はい、シルエットですので199。3枚目ジャックさん、はい、マッカーナンさん199、高校生で、台湾の方来ました。よいしょ、台湾の方は結構年齢層がなんか幅広い感じですよね。うん、調べるとね。チェンさん。58ですね。はい。あ、ジャック・バウアーさん、久しぶり。ね。はい、ジャック・バウアー。で、大登場。お、今日初登場。今日初登場です。こちら、ジャクソン・ベイカー。ナイキの創始来ました。はい。これはちょっと分厚いね。でも、130かな。130。はい、ザイオン、シオンかな、テオフィラスさんですかね。はい、高校1年2年枠なんで、今年高校3年生になってるか2年生かもしれないというところです。ナイキの総主来ました。18枚限定ですけど、ナイキの総主はまあ1枚1枚ぐらいしかないので、まあ、これね紺色の方を着てますけど、これが真っ白いジャージのナイキ総主なんで、で他の部分とかもあるから、もうナイキの総主が18枚あるわけではないので、はい、お、レギュラーカードのパラレルコナージーですね。コナージー来ました、うん、はい、となりました。うん、やっぱりね、ナイキの総主とか、こう、台湾の方、出てきてくれて、でしょ。やっぱり、うん、いいですね。アベレージはやっぱり、製品的に高いので。で、ブレイクグリフィン、ああ、ブレイクミッチェルと。ブレイクグリフィンって。合体してどうすんだって。はい。ね、こんな感じでした。はい。じゃあ、こちらでね、発送いたします。あ、じゃないよ。いや、ニャーコだ、危ね。ちょっと、これ、ニャーコ、はい、とりあえず一箱ね、はい、ここ入らないね。うん、ね、箱として全然ありっすね、これね。あ、これでしょ。これを用意しておくと楽な。こういうタイプはね、面だとこうね取りづらいんでね。はい、2つ目です。
2つ目の存在を1箱目が良すぎて忘れるところでした。たまにありますね、1箱目の内容が良すぎて2箱目行くの忘れるっていう忘れそうになるっていう。はい、うん、おっ、イーサンホリできた。お兄ちゃんね、昇格、再昇格してすぐホームラン打ちましたね。はい、弟さんもかなりの逸材という感じで聞いておりますんで、よろしいんじゃないですかね、うん、ホリデー兄弟、うん、よいしょ。でルーカス・フランコさんですね、うん、イーサン・ホリデー今日初めてですね。そんなに頻繁に出てくるという選手ではないので、まあ管理がされてるかちょっと分かりませんけど、まあね、お兄ちゃん同様管理されてもとてもおかしくない枠ですよね。まあコナー・グリフィンとか、あとヘイゲンとか、あの辺もそうかもしれないですけど、まあちょっと内容どんな感じかは分かりません。まあ結構ポンポン出てくるってイメージですからね。よいしょ。はい、でミッチ・ボイトさん、ボイトさんも二刀流なんだっけ確かね。よいしょ。よいしょ。でオートジャージですね、クーパー・ウィリアムス、はい、最後パラレルでした。ちょっとかぶんかなって一瞬ちょっとちらっとこうキラキラしてると思うんですけど、はい、シェリーさん、ウェイド・シェリーさん、あ、テイゲンさんか、よいしょ。これが30シリアルかな、そうですね、高校生。はい、ということで、よいしょ、うん、ちょっとパッチはね、はい、ないところでしたが、はい、E さん出たんで全然もう、はい、OK なところでしょうか、うん、ですね。はい、まあそんなに頻繁には見ない感じです、選手的に。はい、ということで、2箱一緒にね、ジャンボとあとグループブレイクのこと今日は発送します。ありがとうございました。